こんにちは、松尾恵美です。今日も、Vlog お話ししていきたいなと思うんですけど、前回も海外のあるある大事件の話を、していましたが、私が海外で初めて歌ったのは2006年の、スペインで、そこから今もう13年ぐらい経って、海外のイベント自体はすごく変わってきたなって思うし、近隣国なんかもすごい、本当に中国なんかもたくさんイベントもされるようになって、なんか大きなねイベントもやられたりするので、なんかすごい変わってきたなっていうのを感じます。で、今思えば13年前のそのスペインではですね、が初めてだったんですけど、まあみんなが日本語で私の歌を歌ってくれたっていうのもすっごい感動、一番最初感動したのもあったんですけど、すっごい驚いたのが、私のスペインでのライブ中にバンドメンバーが分からなくなってドラムだけになるみたいなシーンがあって、すごいびっくりしました。演奏中ですよ、生の時けど止めるわけにいかないから、もう歌うみたいな。でその前からね、リハーサルから怪しかったからね、こんなにできないんであればカラオケで歌う、またはカラオケに足すのはどうですかって言ったら、俺たちはプロフェッショナルだからそんなことはしないみたいな流れだったんですよ。だからじゃあお願いしますって言って、でもなんか私たちはリハーサルのためにわざわざスペインに前日入りしてるのに、なんか今日気分でキーボードが来ませんとか、まあ理由がきっとあったと思うんですけど、えっていうようなことがあったり、あと演奏中のリハーサル中にギターの人が電話鳴って、ギターを影山博信さんに入って渡して、スタジオ電話持って外行っちゃったんですよね。その瞬間影山さんがすごい笑ってですね、人ってすごく怒ったりすると笑うのかもしれないって思った記憶が子供ながらに思いました。子供でもなかったけど、まだね、前よりはね、若手ですから、そうなんですよ。でもう最終的にすっごい驚いたのが、当日ライブ会場入ったらバンドの機材とかバンドの人が誰もいないっていう。これは絶対ないんです、歌う人が後なんです。なぜならセッティングがあって音出しがあって、そこからアーティストも入ってきて歌うので、何にもステージにないってことないわけです。途方に暮れて私たち空を眺めるっていう、だって絶対会場時間間に合わないわけですよ、外にお客さん待ってるから。日本だと多分すっごい問題だと思うんですけど、待ってる人も気にしないんですよね、あれ。だから結局例えば日本で6時オープンの7時スタートだったら、もうその時間に組んでるんだから、その時間には始まらないんですけど、そこで2時間とかしても何にもみんな文句言わない。だからすごいシエスタの文化ってそういう文化っていうお昼寝がねあるじゃないですか、スペインって。だからほらザラとかも今わかんないけど、メイン店じゃなかったらお昼休みお店閉まっちゃったりとかしてたんですよ。今もそうかなね、割とね、ちょっとね。だから誰も怒らなくて、でも日本だと多分電車の時間とかがあるから帰れないじゃん、どうするのっていう問題も発生するんだけど、なんかそこはうまくみんな帰ってるのか、何も特に文句もなく無事に終わって。で、あの当時すごいびっくりしたのが、夜ご飯も夜12時からとかなんですよね。私はもう寝る時間、またはすごい太るじゃんそんな時間食べたらっていう時間なんだけど、割とみんな賑やかにレストランとかもみんなその時間食べたり飲んだりしてて、そんなスペインが最初だったから、もうなんかもう圧倒されて、日本じゃ絶対ありえないけどこれはあるある事件簿だなって思って。でしかもその時ね、2公演ぐらいあったから、スペインの地方から夜行列車に乗って桜田ファミリアのところまで戻ってくる人ですよねっていうことだったんですけど、そのだから夜行列車の中でバンドメンバーに、私日本語ですごいブーブーワイン飲みながら、あんたたちのこと黙んないんだよねみたいな感じでなんか言ってた記憶があります。
伝わったかどうかわかんないけど、でもまあだからな、みんなでわけあい楽しくね、そんな結果的には楽しく過ごせたんですけど、すごい衝撃的でした。だから日本とか自分のこう当たり前と思う概念は割とそうでもないっていう、うん、だからいろんな海外とか日本でもかもしれないですけど、そういろんなこう窮地にあった時にもこう違う視点からイラッとする視点からちょっと変えて見方を変えるっていうことも生きる上ではすごく大事だし、結果的にその方がみんなもこうハッピーで前に進んでいくかなっていうことを感じましたね。でも本当にあれからもう十何年経ってるけど、本当に海外のイベント自体がすごいね、大きくなってすごくなってるので、またいろんな海外で歌える機会が増えたらいいなと思ってます。じゃあまた、まだまだ事件もありますからね、お話ししたいと思います。松由美でした。